ストライクショット。こんにちは、モンストロの中のソサナパッチョとパナエです。いや、マイクどこだって思っちゃった。いろいろ準備不足。さて、はい、今日はグラ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 ちゃん。あ、18日から来る新イベントの降臨キャラサテライトと電脳グル PCG3 を使ってみた。ちょっと私上手くなってきたと思う。だいぶ腕上げたね。ね。うん。ピーヒャラピーヒャラ。はい。多分、まあ、この真相はキャラを見てみましょうということで。まずサテライトちゃんからの進化ですね。行きましょう。どこにいてもいいやつだ。でもこれジラーダイだとないわ。どうだ。おー、出てましたね。出てた。ロックオンしてたね。誘発で。で、アビリティは必要。ほう。ふんふんふん。波動砲のホーミングですね。こんな感じかな。もうちょっと縦、もうちょっと縦かな。こんなもんか。うん、そうだね。行こう。照準固定。発射。おー。うん。おー、115万。115万。ホーミングのね、追い打ちが良かった。追い打ちすごかったよね、うん、これ系ね、ホーミングがいいです。いいですよね、強いですよね。ということで、はい、これがサテライトの進化になります。はい、はい、続いていきますか。続いてあの怖いおじさん PCG3 電脳グル、電脳グル、いきましょう。そしてホーミングも見たいですね。こんな具合で副属性は闇なんですね。そうですね、弱点が近い。打っちゃって。で、ダダン、108万。これあれですよね、友情コンボにも魔族キラー M が乗ってくると、うん、はい、それだけなので。いきます。効いてるのかな。うん、まあ、ちょっとまだね、雑魚もいっぱいいるので。その雑魚もね。ストライクショット。世界に接続するのだ。うわー、これで負けんの。タンポポさんのあれもありつつも180万ぐらいだったかな。ちょっとしかもこのさ、8ターンっていうのがちょうど自分のターンで打てるんだよね。うん、電脳グルすごいよこれ。降臨キャラです。こんななんかさ、すごいもう亡霊もさ、黄緑すぎるからさ、うん、なんかどうなんって思ったけど、うん、確かにこれ結構皆さんいいんじゃないですかね。特化型ですよね、うん、魔族に対しては。今回の降臨キャラ結構特化な気もするね、うん、両方いい気がします、うん、はい。ということで、サテライトさんと電脳グルのステータスはこのような感じです、うん、サテライトさんユニバース族でした。なるほど。電脳グルは魔王でした。魔王なんだ。あ、ロボットじゃな。ほう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 、うん、お互い一つのアビリティなんですけど、サテライトは飛行、うん、で電脳グルは魔族キラー M、うん、ただ、うん、サテライトの方は友情コンボがワンウェイレーザーっていうか、まあ、ロックオンですね、うん、EL でかなりの威力。ここが多分推しになってますね、うん、ロックオンだから、まあ、アビリティはちょっと飛行だけになってるんですけど、で攻撃力高いですからね。そう、高いし、本当だ、高っ、ね、かなり多数振れる感じで2万8000、9000ぐらい、うん、いくスピードもまあまあまあ、パワー型にしてはまあまあって感じかな。うん、いい感じだと思います、うん、200は超えますからね。それはちょっとまあ打ちやすいやつ、はい、となっております、うん、グルはね、うん、ただ魔族キラー M なんですけど、まあ、これもかなり強かったし、うん、プラスでその SS がね、ストライクショットが早く8ターンで打てちゃう、ギミック無視してやれるやつなんで、うんうんうん、基本8ターンってことは2周ごとに1回は打てることになるので、うんうんうん、結構無視して、うん、アビリティがいっぱいついてるようなもの、うん、みたいな感じで使えるような気がします、ね、気がしますよね、うん。ステータスもね、まあ、HP もめちゃめちゃ低いわけでもないし、うんうんうん、これ2万ほら4000とかあるから高いよ。結構高いね、うん、で友情コンボもね、ホーミングがバーっと出るので、うん、いいじゃん今回これ ね、 ちょっとね、運極枠にいいかも、うん、まあ、可愛い少女サテライトにするか、うん、クレイジーグルにするか、はいはい、そしてこのサテライトに私たちは勝てたのか、まあ、私たちというかポチオさんは勝てたのか。あ、ニコ生ですね。ここはパチオさんじゃないかも、プレイ。あ、そうだ、思い出した、ゲストがなのでプレイするかも、うん、村井さんたちは勝てたのか。勝ててほしいとなっております。はい、皆さんもぜひゲットしてみてください。はい、ということで、ちょ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 ん、以上、うん、サテライト&電脳グル PCG3 を使ってみたでした。でした、バイバイ、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。
超絶キャストからご覧の方は概要欄にあるリンクから YouTube のモンスト公式チャンネルのご登録をお願いします。 YouTube からご覧の方はチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。モンスト公式動画ポータルサイトモンスト超絶キャストではモンストの動画がたくさん集まっております。ぜひ動画概要欄から見に来てくださいね。ではよろしくお願いします。